警戒を解け。一体何を考えているんだ。いいかルーカス、信頼というのは一度失われたら元には戻らないんだ。彼女のおかげで戻れた、命を救われたんだ。私ではなくあの女につくのか。マッサーを殺すと言ったんだぞ。重要人物だ。ブラックハンド、ビサリ、スタール、何も変わらん。奴らの目的は同じだ。我々を根絶すること。今も昔も変わらん。一番分かってるだろう。お前の父親は命を懸けたんだぞ。彼の死を無駄にするのか。罪のない人だっている。違う。そんなヘルガストはいない。奴らは皆共犯なんだ。絶好のチャンスなんだぞ。武器とマッサーを確保する。ヘルガストに対する最高の抑止力なんだ。ビサリからの脅しもなくなる。二度とようやく故郷を取り戻せるんだ。回収した情報によると、この採掘塔の場所は惑星の軌道上だ。これに潜入してもらう。武器とマッサーを探し出せ。ハーフの女の手には絶対に渡すな。お前をまた信頼させてくれ。シャドウ18、フェイスドアレンの電波を傍受した。小惑星帯に向けて進路を取れ。敵の防衛センサーを拡大し正体を隠せる。前方にメンテナンスハッチがある。その横から侵入できるぞ。かなり大きい爆発があったようだな。突撃機器設置、アークエンジェル準備完了。このようなエージェント、点検用シャフトがあるはずだ。ワイエット地下研究所に行くための最短ルートだ。聞こえたか、ワイエット。はっきり聞こえてます。地下研究所でやるべきことを確認するか。言われなくても分かってます。発砲に注意しておけな。マスターの元に到達したら報告しろ。マスター以上。
十分だろう、兄弟。結局、俺たち、ビニール装備して、あんな停止がさ、スライドの中に。こちらワンエイト。
メンテナンス区画に到達した。フェーズ2に移行する。回収部隊を向かわせる。待機せよ。トロイ55、任務を開始せよ。了解。55、移動開始する。オーバー。被験者はどうしたの？無視されるのは不愉快だわ。応答するまでずっと話し続けるわよ。邪魔はされないって言われたのに、重要な仕事があるのよ。集中できないわ。邪魔しないで。ハルさん、前へと。マッサーを発見。了解した。目標を確保しろ。生物兵器はあるか。間に合ったなんて思わないで。もう手遅れよ。生物兵器はあそこ、彼の。カサンドラにあったものとは比べ物にならない規模よ。私はあれを培養しようとしてきた。大規模な臨床実験をこの目で見るのが楽しみだ。これまでシミュレーションと想像の中でしか見られなかったもの。
きっとショックを受けるわ。でもあなたには見えてないだけ。細部を見てみるとそれはとても優雅で美しいの。彼らは適応し生き残り耐えてきた。私たちがいる限り彼らは真の潜在能力を発揮できない。全員死ぬの。兵器は使用可能なまま地上に運ばれたようです。よし、 ISA の対応部隊が待機している。彼らと協力しろ。マスターと第二掘削塔へ向かえ。そこに回収部隊がいる。パルサ、以上。すぐに脱出するぜ。戻ってきたわ。了解、間もなく到着する。ちょっと気が早いかもしれないけど、研究所や機器へのアクセスをいつもらえるのか教えてくれない？ほら行くぞ。あ、これは重要なことなのよ。準備をしなくちゃならないんだから。
最悪の場合でも基本的な計算とか戦略立案とか新しい研究分野の開拓ならできる。これを止めるのに手を貸すんだろ。ダメ、それはダメなの。何も変わってない、あの時と同じ腰抜き種族ね。発射チューブの上にあるはずだ。行くぞ。私に何を期待してるの？治療方法？考えが甘いわ。これを止めるのに協力はしない、絶対にね。あなたにはわからない、研究を取ったら何も残らないの、死んだも同然よ。黙らせろ。来る途中で敵の抵抗に遭いました。艦は航行不能です。ヘルガスの爆撃機があります。それで脱出しましょう。敵がまた来るとなると援護がいる。そうです、負傷者もいます。残りの部隊が下の階に防御陣地を設置しています。エヴァンズ、爆撃機の準備をしろ。さあ行け。腰気づいて死ぬ。残っているものを取るんだ。ヘルガストが防衛線を探っている。ほとんどの出口を塞ぐことはできた。正面を抜かしてはな。奴らすぐに大勢で攻め戻ってくるぞ。
下ろすんだ軍曹。命令を受けてます。何をしているの。彼女を渡すわけにはいかないわ。あなたはごまかしてる。何が起きてる。例の女がいます。なんだと。あなたは感じない。やつらの病気。銃を下ろすんだ軍曹。今すぐ女を始末しろ。その女を始末するんだ。さっさとやれ。軍曹やめろ。言ったはずよ。死んで当然だと。応答しろ。何が起きたんだ。マスターが死亡。彼女に救われました。彼女は信用できます。冷静な判断ができると思ってた。忠告したはずだ。失敗は許されんのだぞ。故郷の命運がかかってるんだ。分かっています。その女と逃げれば身の安全は保証でき。何してるか分かってる。シンクレアは決断を下した。今度は俺の番だ。生物兵器を探し出して破壊する。そうしなければ全員おしまいだ。ドロップシップがヘルガーンに突入している。あれで気づかれずに侵入できるわ。生物兵器につながるかも。行くわよ。支配地域に入った。ここからはオービタルダイバーを外して地表まで自由落下しましょう。